はい、どうも芸人です。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラッシュやっていきまっしょい。ということで、はい、今回はですね、52マス貫突企画第8弾ということでよろしくお願いします。ナイスです、ほんと。はい、いやーもう8弾まで来れました。ほんと最初1弾からね始まったんですけど、もちろんあーまあ8弾まで来れて超嬉しいです。本当にありがとうございます。はい、ということで今回第8弾はこのキャラクターになります。はい、もうみんな大好き、一大三千大千世界、ロロヌアゾロドゾロでございます。はい、このキャラクターの52マス貫突ですと、はい、学んでいきます。あのね、火力えぐいわあのね、アタッカーのやっぱり52マス貫突ってえぐいね。本当にえぐいと思う。マジで火力がやっぱすげえなって思うわ。うん。で、やっぱりね、まあ、現環境とかになってくると、やっぱりロジャーとかがね、だいぶまあ増えてきたっていうところもあるんですけども、そのロジャーに対して、回復よりもさらに上回るダメージをね、通常で与えていくわけなんですよね。はい。普通のドゾロがね、ロジャーとかに戦いに行っちゃうとどうなるのかっていうとね、武装化してるとね、ずっと回復してるんですよ、あいつ。うん、っていうぐらい結構やっこいんですけども、貫突してしまうともうそんなの関係ねえっていう感じにね、なってくるんですけど、まあその模様もね、はい、ぜひ見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、今回、このドゾロ、はい、やっていただく方はこの方になります。カゲロウ所属のおはぎさんでございます。ありがとうございます。ということで今回ドゾロのプレイをしていただくのはおはぎさんです。ありがとうございます、本当に。はい、まあドゾロといえばもうやっぱりもうキャラ愛といえばおはぎさん。もう俺ツイッターでもね、ツイートされてるのをもう俺よく見てる側なので、はい、本当に出ていただいて本当ありがとうございます。はい、まあ本当に今回ね、もうキャラ愛を極めた方のドゾロプレイ、そしてですね、ちらっと出てくるやっぱりおはぎさんも大好きなビビカルですね。はい、そちらも皆さんね、見ていただけたらなというふうに思います。はい、ということで恒例のコメントを見ていきたいと思います。皆さんと同じ大地を歩いてすいません。いやごめんなさい、本当に俺も本当に同じね、土を踏んで本当にごめんなさい、本当に、まあ、いやまあむしろもうなんか生まれてきてごめんなさい。さあ、それでは記念すべき第一戦ドゾロ見ていきましょう。さあ、こうまあいろんな動画送ってもらってもう見てたんですけども、やっぱりね、一番びっくりしたのはね、ロジャーですね。はい、ロジャー対する時にこのドゾロがね、もう素晴らしい。まあ、何なのかっていうと、まあドゾロ使ってる方は分かると思うんですけども、ロジャーでね、武装化状態中にロジャー戦いに行くともう基本回復されまくって結局食らってないんですよね、ロジャーに。そしてなんかいいタイミングでチャージスキルぶっぱされてワンパンされてしまうっていうことなんですけども、おはぎさんのねドゾロ違うんすよね。武装化状態中でもね、かなりのダメージ、もうてかダメージ量の方がだいぶ多すぎて、もうしっかりね、やっていけるという感じなんでね。普通ねドゾロってなってくると、まあ通常のね、武装化しないまんまロジャー倒しに行かないといけないんですけども、違うんだね。はい、まあその模様がね、2戦目にもしっかり映ってるんで、まあよかったら皆さん見てください。さあ、ここはまずは目につけたのはキッドと、さあここでおっと、さあここで回復対決さあ、まあドゾロはねやっぱキッドいけちゃうっすよね。さあ、ここをうまいことジャスカイで入っての3000世界 C の、さあここで肉があるんで取らしたくないから、ジャスカイもしかもうまい。さあここで、倒していくと。さあもう 70% 切ったし、もう 50% 以下ですね、もう少しということで、キッドがこの様ですよ、現環境最強ディフェンダーが。はい、そしてここの赤犬を目つけられちゃいました。さあこれでもう無敵が外れた。で、味方のナイス犬神グレント。さあこの後見てほしいのが通常1度目してのフェイント。さあこれね、
これうまいっすよね。そして相手の回避待ちをして、通常で縛いていく。そして裏のロジャーもしっかり見てたんで、一大三千世界ブースト中はワンパンでございます。さあここで1080本堂を縛いていくんですけども、ジャスカイドレズここはやられてしまうと。いやいやいや、もう後ろでナイス活躍と。さあここで、裏のフランキーがねしっかり、旗も取ってくれたんでナイスですね。はい、さあここで敵のブースが来る中、このドゾロどういった活躍を見せてくれるのか。さあ、旗数でいうと3、2とで真ん中も取られてしまうんで、これから2、3というところで後ろしっかり守っていきたい状況。さあただし相手は攻めてくる、攻めてくる、赤犬も来る。さあこのおでんを守ってあげたいということで、体を張ってこの2枚切りとナイス。シャンクスはダウンする特性つけてあげてシャンクスさあここはね味方に旗を出しされてしまうんですけども、さあここは、選ばれたのは赤犬でしたということで、さあ赤犬タイマー、さあもう無敵が取れてしまえばこの回復量、さあそして3000世界、さああともう少しというところで、味方のおでんがいいとこ取っていく。ナイス。さあそしてここのロジャーをダウンさせておきたい。ナイスダウン。さあこれがカメラを見てなくてもいける。さあそして1080ポンド方で気持ちよく決めていく。ナイス。はい、それではですね2戦目見ていきましょう。さあ敵はもう赤犬、ロジャー、ロジャー、ドフィア、ロジャーみたいな、もうねこれドゾロからしたらもう結構鬼畜的なキャラメンズです。はい、まあおでんがねいればね、はい、かなりねもう裏を俺が任せろよっていう感じでいけるんですけども、さあこの中どういった風にやっていっていただけるのか、さあ見ていきましょう。ということでまずは一陣スタートになってきます。さあ、その中で敵が裏取りに来ている。さあ、やっぱりね、極めてるっていうかね、やっぱりね、キャラ愛をやっぱね、もうしてる人はね、やっぱそのキャラを使うのがすごくうまい。本当に見てて思う。さあ、ここで、1080ポンド砲を当ててしまったが、故に赤犬を怒らせてしまう。さあ、この激おこぷんぷん丸になってしまった赤犬をどうやってしばいていくのか。さあ、やっぱりこういう風に、無敵をもうすぐに剥がしていく作業はもうお手の物。さあ、これが剥がれてしまう。うまい、このジャスカイの入り方。さあ今のジャスカイの張り方で言えば、なんだろう、もうマクドに行ってスマイルくださいって言ってすぐにスマイルくれるぐらいの人ぐらいめちゃくちゃ素晴らしいと思います。さあそんな中この赤犬が通常で遊んでいる中、おっとごめんね横っていう感じでやっていくという感じですね。はい、っていう中でさあここ一陣がまだちょっと溜まってないんですけども、こっから不意にやっぱり打たれる1080ポンド砲はやっぱり避けれない。これはうまい、うますぎる。さあこの敵の後をね、はい、追っていくこの1080ポンドをたまに避けたと思ったらなぜかぐらい、あれは何なんでしょうか、それは俺にも分かりません。ということでこの裏取りに来ている、さあ赤狼が裏取りに来ている、さあそれを気づかないふりしてロジャー対面してますよ僕と言いながら3000世界をやっていく。さあそこでなんで俺なんみたいな感じで赤狼が言っている中で倒していく。さあこのロジャーのこのチャージスキルがやっこい。ただしもうブチギレたおはぎさん、さあ戦線ドラってってやっていくんですけども、当たらないんですけども、この通常を見てください。1万7千です。さあロジャーが2万1000くらう、こういう事態が来てしまいましたということで、本当にもうどういうことよこのドゾロ。はい、ということでまだ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 おはぎさん暴れていく。さあここから見てください、これはもうブースト溶けた後のこのドゾロ、しかも HP がこんな状況の中このジャスカイを決めてキルもしていく。なんだ今のジャスカイは。国語辞典で調べたらジャスカイって載ってませんでした。はい、ということでさあこの中、あーっとここで俺のブーストも切れて、俺のトークのブーストも切れていく。さあこの中でどうなっていくのか、おっと出ました、ここでビビカルさあこのビビカルがどういった動きを見せていただけるのか。さあ選ばれたのは赤犬、なんとここで赤犬に挑戦をしていく。さあ見ていきたいこのタイマー、ぜひ勝ってほしいビビカル。
さあこの中でさあまだ突撃隊を持っている、ただ突撃隊をこれをどういう風に使っていくのか俺にもあんまり分かりません。さあここでジャスカイをしたので、これでぶっ飛ばして、おっとこのスキンだいぶ食らうね、だいぶ食らってません、やば。さあそこでジャスカイして通常当てていく。さあこの赤いのをやってほしい、ビビ未来を見してくれたということで勝利はビビカル。さあそれではラストゲーム見ていきましょう。さあどういって今回ドゾロの活躍になってくるのか、もうねこれはねおはぎさんかなり忙しかったと思います。はい、おでんを見る、赤犬を倒すっていうね、あのもう本当に素晴らしいプレイでした、これ。はい。まあ、なんでね、ぜひとも皆さん、最後まで見ていってください。はい。ということで、まずは、初手は、レイリー・オデン・アカエル・キッドっていう形ですね。はい。やっぱり、もう、おはぎさんからしたら、まあ、どのキャラクターもいけるぜ、ベイベーみたいな感じであると思うんですけど、まずは選ばれたのは、オデンですね。さあ、旗取り際に、こちらやっていくんですけども、ちょっとギリギリ届かなかったって感じですね。さあ、そん中、レイリー、はい、ってなってくるんですけど、まあ、レイリーはきついね、ドゾロさあもう瞬殺ですねはい。さあそんな中、今度は、おでん、そして赤犬を見ていくと、でね、ナイスキッドのカバーですね、これ。はい、まあここはねもうあのキッド一人にも行かした方がいいということで、ね、裏取りに行くおでんをまずさばいていく動きですね。さあここで、まずは、ダメージを与えていくんですけど、いっぱい、これちょっとまだよろけ取れなかったですね。はい。さあ、ここで二陣で踏ん張ってる、ジンベイをね、はい、助けてあげる作業ですね。はい。で、そして赤犬も来た、犬神ぐらい、ナイスジャスカイ。さあ、こっからどうなってくんのかと、さあ、まあ、キッドがね、やっぱり落としやすいんで、さあ、キッドが狙われていく。さあ、ここであともう、やばいね。キッドすぐ枯れちゃうじゃん。やばいっすね。さあ、ナイスジャスカイ。さあ、ここで、キッドを瞬殺していき、ここで赤犬ですね。さあ、ここはまずは無敵があるかどうかの確認。そして、無敵が外れたと分かったので、ここで1080ポンド。これはナイス、ミニ敵さんのジャスカイですね。さあ、ここで犬神グレン。ナイスジャスカイ。さあ、これは回避読みからの3000世界と。いや、マジでうまい。マジでうまい。さあ、この中、ここを取りたいところなんですけども、おでんがね、2体来たんで、ここは下がって、取られないような動きですね。敵ブーストも来るんでね。はい。さあ、こうなってくると、おでんはきついね。はい。さあ、ということで、おでんも瞬殺と。火力がえぐいね。本当にえぐいわ。さあ、ここは、3000世界で撃っていくんですけども、ここはおでんに阻まれていくと。はい、ということで、いや、もうナイス活躍でした。さあ、その中で出てくるのは、やはりこのキャラクター、ビビカル。さあ、ビビカルどういった動きになってくるのか。さあ、ここは通常で、回避を誘い、クラッシャーね。クラッシャーしかもだいぶダメージくらい。さあ、ここでおでん吹っ飛ばしていき、レイリーをしばき。さあ、このおでんも、とつかごに吹っ飛ばしていく。さあ、このままね、ダッシュが上がった状態ね。はい、っていうところで、旗をダッシュしに行くと。あの突撃ほんと早いですからね、移動。さあ、これもとつかをナイスジャスカイしていきの通常でダウンさせていく。さあ、そこで起き上がりざまにクラッシャー。え、ビビカル環境キャラっすかいや、マジでうまい。ナイスです。はい、ということですね。参戦終了でございます。さあ、もう圧巻でしたね。はい、今の環境でドゾロでここまで参るのってなかなか本当ないと思います。マジですごいと思います。はい、まあ、ということで、まあ、今回ドゾロ、そしてですね、まあ、ビビカルの最後の連続3キルも圧巻でした。はい。まあ、ていうことで、そんなね、おはぎさんによる、ドゾロプレイだったんですけども、メダル、サポートの方を見ていきたいと思います。はい。ドゾロがですね、ミドリルッチ、ジャブラ、ジャブラと、かなりの回復量をメインとした、メダル編成になっておりますと。はい。あ、なるほどね。回復量メインの、メダル編成ですね。まあ、しかも、やっぱりあの2戦目ね、ロジャーの戦い見てもらったらわかると思うんですけども、自利品のところからのもう HP マックス。まあ、これはやっぱり、
ぱり、ジャブラの効果が絶大でしたね。はい、まあなんで、まああんなけ生き残れるのかなというふうに思いました。はい、まあ攻撃力の方がですね、1339と防御力が、1064になっております。ぜひ皆さんこれ真似してほしいメダル編成ですね。はい、ということでサポートを見ていきましょうと。はい、やはりついてるのが、桜花七部会、やっぱりこれはねドゾロ使うにあたってはマストになってきます。はい、でですね、パーセンテージの方が 160.8% と。そして今皆さんお気づきになられたと思います、ビビ&カルーブースト3のマークがついております。もう本当にこの方に関して言うと、もうキャラ愛を極めた方になります。はい、もう本当に素晴らしい、もう素晴らしい本当ドゾロとビビカルの動画でした。はい、なんで皆さんね、よかったら皆さんの高評価よろしくお願いします。本当ドゾロよかったよ、ビビカルでなんかビビカルの動画見れてよかったよ。はい、そしてビビカルが使ってる人からしたらね、かなり勇気もらえた。そしてドゾロをこれから使っていくにあたってね、はい、あ、こんなプレイをすればいいんだというふうに思っていただいた方、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。まず、はい、ということでですね、今回は、カゲロウ所属のおはぎさんによる、ドゾロビビカルプレイでございました。皆さんご視聴ありがとうございました。じゃあね。